昭和電線の長谷川でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。あの、当社は何回かこういう形でスモールミーティングを開催させていただいておりますけれども、まあ、あの、いつも業績のお話が多くてですね、ESG という観点でえお話をしっかりさせていただいたことが今までなくて、まあ、今回初めての取り組みということでございます。あの、 ESG のお話に入る前にです、ね、2月の初めに、第三四半期の決算の報告をいたしましたので、私の方からその部分を報告させていただくことにしております次お願いします。 えっと当社第三四半期の決算報告したというのは先ほど申し上げましたけれども紙期が終わった時に情報修正をしました営業利益95億に対して87%の進捗率ということで報告させていただいておりますあの基,本基盤の3セグメントについてちょっとご説明いたしますと。 エネルギーインフラの方ですけれどもやはりあのこのセグメントが当社の基盤を支えているというのは本年度3クオーターまでも変わらない状況でございます。建設向けは大口案件があって堅調、えー、に推移したんですがやはり昨今の、まあ、資源高から来ている、えー、材料の高騰というものが えー、今、第3クォーター、第4クォーターという形で、えー、少しずつ影響が出てきているというところでございます。ただ、あの電力の方はですは、ね、相変わらず堅調でございましてあの、物売りということよりも、工事を含めたビジネスモデルの転換が功を奏しておりまして、えー、引き続き堅調、えー、に推移をしております。 えー、通信産業デバイスですけれどもあの建設向けがですね少し紙機から低、えー、調だったということとあとここも原材料の,あの下押しというのがあって、えーまあ、今に至っているということです。 電装コンポーネンツ車関係ですけれどもこれ紙切り非常に調子が良かったんですが足元に来てカーメーカーさんの半導体の影響が出ているということとちょうど今在庫調整に入ったような形になって4クォーター非常にサプライチェーンのスピードが速いので。 一新一体のところもありますけれども、そういうような状況で現在に至っているというところでございます。次お願いします。そういう中でですね、三ォーターの仕上がりで売上高千四百七十二億、営業利益八十二億というところでございます。 あのまあ、昨年度はです、ねえー、コロナの影響で非常にあの苦労しましたけれど、まあ、当社のこの期が始まる前の目標としてはですね、えー、19年度以上ということをまず大きな目標としておりました。まあ、あの19年度はですね、当社にとって、えーまあし 純利益が最高益を達成したんですけれども、まあ、今年はですねそれを超えるような利益が今のところは積み上がってきているというところでございまますす次おお願いいいします市販機の動きをご覧いただいております。 四半期の動きですが、まあ、3クォーターまでは順調にきていて、まあ、それでも95億という通期の見通しをちょっと変えなかったということで、まあ、あの株主の皆様、投資家の皆様から非常にこう慎重すぎるんではないかというご意見もいただいております。まあ、ただあの先ほどから申しておりますように 紙機、大体、えー、原材料の影響、2億、えー、利益を下押ししておりますが、3クォーター、4クォーターと、やはりその右肩上がりに原料が上がってきておりますので、まあ、その辺のリスクを少し重たく見たということで、リスクを含めて、えー、見通しを変えていないというご理解をいただければと思いいまますす次お願いします、えー、セグメントの状況でございます。 えー、エネルギーインフラ先ほど申しましたように、えー、これが今のところはあのー、非常に好調で。 当社の事業を支えているということでございます営業利益にすると65%をエネルギーインフラで稼ぎ出しているというような事業の立て付けになっているというところでございますまあ、あの売上高比率で53%エネルギーインフラそれに対して利益の方が65%ということでございますのであのやっぱり収益率が非常に高くなっているということと、えー、先ほども申しました通り サイコネックスを中心にしたビジネスモデルの転換によって、材料高の下押しがここはかなり緩和されてきたというようなところが、この決算の中でも伺い知れるというところでございます。次、お願いします。これはですね、2月に発表させていただきました、期末の配当額の修正、増配に関するお知らせということでございます。 気象の予定で40円1株当たり40円廃校生徒16%ということでアナウンスいたしましたけれどもあの足元の利益の状況を鑑みまして50円ハート成功20%というところに情報修正をさせていただいたということでございます。あの当社中期経営計画年度の目標額として50円 の配当ということを目標にしてございました。まあ、1年前倒しをしましてえー、本年度えー、ここにえ到達できたということは、まあ、ひとえにあの皆様のご支援のおかげだと思っております。御礼を申し上げます。次お願いします。えー、どうかの影響を少しここに書いてございます。まあ、どうかについてはですね。今年の初めから高い高止まりしてますね。ということでえー、この場でも。 えー、いろんなお話を,うをいただいておりまして、えー、この同価の影響によって損が出ますか利益が出ますかというご質問もいただいております、まあ、あの同価が100万をトン当たり100万、えー、を超えるようになってからもうかれこれ1年近く経っております、えー、昨年同期比3クォーターの平均で見ましても55.7%の上昇ということで約昨年度 から見ると1.5倍の銅価の中で事業が推移しているというところでございます、まあ、あのいろんなその銅価の影響をなるべく打ち消すような銅の買い方売り方 そういうのをまあ、目指して今まで経営をやってございましたので、なんとかその辺はまあ、高止まりしているということで、まだまだその苦労しているところはございますけれども、このどうかの影響がそれほど大きく経営にインパクトを与えれているということは足元それほど大きくないなというふうに思っております。電線の出荷量もですね、コロナで一時期落ち込みましたけれども、 かなり戻ってきているというところでございます。次お願いします。えー、そこでですね、先ほどから申しておりますように、今のその足元我々非常に頭を悩ませているのは、えー、原材料、特に石油化学製品の高騰でございます、えー。左下にですね、原油価格の動きを書いてございますけれども、まあ、これに伴って でえー、ポリエチレン、それから塩ビ、えー、いろんなものが上がっている、それから光、えーまあ、熱費、えー、物流費、いろんなものが上がってきております。あの私ども、これあの、原材料の高騰のインパクトを受け始めたのが下期からというお話をさせていただきましたけれども、えー、下モに入って、 でえー、建設用の電線は2回、えー、お客様に値上げをお願いをしてきました。で今年に入ってですね、えー、なかなかその高騰に歯止めがかからないということで、えー、2月にですね、えー、建設用の、えー、電線の5%を 近辺の値上げとといいいうことで開示をさせててただいておりますあのどうかはあの売り買いのところでなんとか相殺できるというような仕組みがあるもののやはりプラスチック材料ですとか配送費の高騰というのはやはりあの私ども製造メーカーでございますのでお客様に相談をしながら、えー、相応に、えー、分担いただくというようなことを 基本的な考え方にしていいるというとうころでございますまら4クォーターは少しその辺の価格高騰とお客様への価格転嫁のズレなんかも出てきているというところもありましてちょっと下押しの懸念が多くなってきてございますけれども着実にこれはもういろんなものが上がってきているというのはお客様もご存知でございますので引き続き粘り強く価格の上昇 ということをお願いしていくという考え方でございます。え以上で、あの第三クォーターの決算のお話を終わらせていただきます。はい、えー。それでは、えー、弊社の e s h の取り組みということで、あのまあ、細かくご説明するのは初めてのこころみになりますが、私山口の方からご説明させていただきます。えー、次のページです。 しますはいえー、この、えー、ESG の,あの重要な項目について、ですね JRI、まあ、スタンダードを参考にして、えーまあ、当社における重要度の高い項目というのをまとめたのが左側の表になります。えーまあ、社会課題、解決型のビジネスということでの、えー、促進ということと、まあ、気候変動、環境保全といった部分での、まあ、環境への対応。 ダイバーシティ・インクルージョンや DX による生産性向上といった働き方等の改善さらにはそれを支えるコーポレントガバナンスというような内容でご説明してまいりますまだ右側にありますようにインフラを支える企業としての社会課題解決型のビジネスの促進ということでございますこれは中堅の中でもご説明している内容にはなりますが 環境エネルギーという分野におきましては、再生可能エネルギーへの促進というところで、まあ、当社のサイコネックスというのを基盤にして、工事を組み合わせたサイコプラス。この辺のところが、再生可能エネルギーの、まあ、特に発電所が増えるような形になりますので、それと系統への繋ぎ込みという形の当社が得意している接続の部分ですね。こちらに対して貢献できるというふうに考えてございます。 で防災インフラにつきましては、免震アイソレーターであったり、あの消防用前線といった分野のものがえ貢献できるということでございます。えー、生活モビリティ、まあ、こちらについては脱炭素の、まあ、決め手でもありますですね、自動車の EV、えー、EV 化に対して、まあ、当社のミリップをはじめとした、えー、合金線や、ま、え、き、ー、線といったような分野が、えー、貢献できると。 でさらには自動運転というところには、高速通信というのが今後、えー、必要になってくるというところで、HR、えー、開発の方も進めているというところでございます。えー、少子高齢化という社会課題に関しては、まあ、教育・人材育成というところで、労働人口不足の解決を図ろうということで、まあ、サイコプラス、これはあの従来の既存の技術とですね、デジ,デジタル技術をえ組み合わせながらですね、えー まあ、ソリューションの中で、労働人口の不足に対して対応していこうというものでございます。えー、さらには、医療の分野というところでは、まあ、カテーテルであったり、えーまあ、新しいところの取り組みの中で、医療環境の充実に貢献していきたいということで、進めてございます。はい。次のページをお願いします。えー、続いて、えー、今の、えー、環境、えー、特に、えー、っと、 CO2 の削減、気候変動に対応するものとして、当社の製品のポイントのところをご説明させていただきます。ここにありますように、今ご説明しました通り、サイコネックスであったり、ミジップを中心にした EV 向けの製品というのはございますが、それ以外にもですね、通信関係では輸送効率のに貢献できる製品の開発であったり、 昨年、えー、暮れに実証実験を終えて、えー、ございますが、超電動ケーブルの実用化に向けた、えー、動きということを進めてございます。右側に再生可能エネルギーの利用の状況を書いてございますが、まあ、これはすべて2件目ともあのプレスリースをした内容にはなってございますが、民、ま、営、あ、事業所でカーボンニュートラルな都市ガスの導入であったり、まあ、PPA モデルによる再生可能エネルギーの導入を図ってございます。 この2つの導入に伴ってですね、当社の CO2 の排出量に対しては6%ほどのですね、削減効果があるというふうに見込んでございます。はい、次の手順をお願いします。はいえー まあ、環境に関しては2019年に、えー、公表した内容になってございますが、グリーンプラン2050という形で、えーまあ、2050年に環境負荷ゼロを目標にした、えー、計画を立ててございます。まあ、その2050年ゼロに向ける 前の足元の対応ということで、2025年までに第7次ボランタリープランというのを立てて、目標を決めており、その先、パリ協定等も含めて、ですね、2030年というところを次のマイルストーンとして置いて、計画を作ってございます。はい次の その足元のですね、まず2050年の前の2025年までに向けた取り組みという形で、第7次環境自主行動計画を、えー、策定してございます。えーまあ、この環境自主行動計画はですね、えーまあ、1993年から第1次という形でスタートしてございまして、えーまあ、この CO2 削減のところで言いますと、当初そのスタートの時期の、えー まあ使用量に比べますと、まあ、使用量、排出量ですね。排出量に比べますと、今、半減ぐらいのところまで進めてきている、そういうような活動でございます。えー、まあ今回は、えー、省エネ、えー、CO2 の削減というところにつきましては、えー、2013年度、これ、パル協定の基準になりますけれども、こちらを基準として、えー、25%の削減を20 25年2025年までに、えー、達成しようという計画でございます。えー 資源の有効活用と分野におきましては、えーまあ、先ほどの長期の中にもございますけれども、廃棄物の最終処分量ですね、こちらを50%、えー、これは基準が2018年度ということで設定してございます。というような計画で進めてございます。えー、さらには水、えー、これの使用量の削減という形で、こちらも2018年度基準でございますが。えー 2025年までに20%削減という目標でございます。従来、ちょっと水の使用量については、あの大きな目標を立てずにいきたいということもございまして、ちょっとこれからの取り組みという形もございますので、えー、少し、えー、2015年に向けては、まずやる,やるべきことを整理するという段階でございます。はい次のえー まあ、というような形で足元のところにつきましては、従来の自主行動計画というところでのフォローを続けてまいりますが、えー、やはりその先の2030年、えー、2050年といった目標に対してはです、ね、今までの活動の延長では、到底達成できないということもあり、昨年、2021年、えー、度にですねあ、2021年ですね。 に、グリーンエネルギー、エナジープロジェクトという形で、えーまあ、製造段階におけるさらなるエネルギーの使用量低減ということを目指そうということで、全、ま、社、あ、グループ横断的にですね、プロジェクトチームを立ち上げて、今、えー、具体的な中身のけ、えー、検討を進めているところでございます。えー、この、えー、プロジェクトのについては3つの、えー、ワーキングを立ち上げまして、えー、CO2 ソリューション、 の導入ですね、あと省エネのさらなる推進、あと再エネの活用といった3つのワーキングの中で、具体的な検討をしてございます。この中で、今の7次、環境行動実施計画のテーマとしては、従来の中にもございますけれども、老朽化設備の更新とも含めた省エネの対策。 で再生可能エネルギーについては、この2025年の中で30%、今、先ほど6%程度の導入率になってございますが、さらにこれを伸ばしていこうということで、まあ、実際、具体的なアイテム出しをしているところでございます。あとは更新、乗用車資料車両ですね、こちらについては、電動化率を100%にしていこうということも、計画の中で取り組んでいるところでございます。 で、さらには、この2030年というテーマに向けてはですね、まあ、今、進めていたテーマの継続もございますが、えー、再生可能エネルギー率、さらに促進できないかというところであったり、まあ、CO2 の回収だとか、再利用化等の新技術の基礎研究というところもテーマに上がってくるということです。で、右側のところにですね、えー防 地球温暖化防止のロードマップという形で2050年に向けてのイメージをお示してございますが2030年というところでは今言った使用2の回収だとか再利用あとは書いてございます鋳造焼き付けというのは従来の設備とは革新的な設備をですね導入をして従来の作り方とは違う形で省エネタイプのものづくりというところも導入しながら え、2030年の目標を達成しようということで考えてございます。えー、さらに2050年になりますと、えー、まあゼロという、あのー、目標になりますので、まあこちらについては今議論されてますけども、メタネーションであったり、排熱医みたいなところの実用化というところも、えー、まあ今後、えー、どう取り組んでいくか。 いくかというところになろうかと思いますが、まあ、ここについてはまたこれからのいろんな進展をしっかりオッチしながら対応していきたいと考えてございます。はい。次の。はい。えーまあ、そういうような取り組みの中でですね、えー、気候変動に関しましては TCFD への賛同というのを今準備をしているところでございます。これは2022年5月に表明を向けた形で今情報の整理をしてございますので、こちらにつきましては えー、まとまりましたら、えー、また開示の方をさせていただければと思ってございます。はい。次のページをお願いします。えーまあ、ここまでがあの環境ということでございますが、まあ、ここからはダイバーシティの、えーというかまあ、ソーシャルですね、S の分野の、えー、ご説明に入りたいと思います。えーまあ、ダイバーシティという意味では、シニアの人材活用、こちらはここ数年、えー 制度の充実を図ってきてございます。まあ、一般シニア、専門職という、まあ、その役割であったり、評価に応じた、えー、処遇をするような、えー、仕組みの充実だったり、まあ、ショートタイム勤務が可能な制度を導入したり、まあ、さらには、まあ、次の新しいステージに,に住みたいというご希望の方に対しては転職支援制度というのも充実するような形で進めてございます。 で2021年4月ですね、社長直轄の女性活躍推進プロジェクトというのが、その隣にあるところでございます。まあ、これにつきましては、あの、経団連が進めています、チャレンジ、2030年30%チャレンジというですね、ものに、えー、賛同をするということで、進めてございますが、あの、当社の中の目標としてはですね、やはりまず女性の、うん ニーズが少ないということもございますので、ここにございますように、まあ、マネージャー層ですね、こちらの割合を従来から増やしていこうという取り組みを進めてございます。で、この内容についてはですね、まずはあの母数の増加というところが、まず一つ大きなテーマでありますし、まあ、その後、まあマインドを変えていくという部分での教育制度であったり、 いいまあ、女性が働きやすい制度。まあ、この女性が働きやすい制度というのは、まあ、ある意味男性にもです、ね、働きやすい制度になるだろうということも含めて、えー、このプロジェクトの中で、えー、提言をしながら、えー、継承してどう取り組んでいくかということにつなげていこうということです。でその下にちょっと書いてございますが、えー、このプロジェクトの、えー、活動等も評価されて、SMBC、えー、SM のなぜしことといいうことの認定も取得してございますでその隣では健康経営という形で、えーまあ、2年連続で健康経営有料法人に認定されてございますが、まあ、当社としては、あのまあ、できればホワイト500といったところでの認定もいただきたいということで、まあ、引き続き不足している部分について、えー、取り組みを強化しているという段階でございます。 で、サスティナブルな人材育成という部分では、人材開発これはここ数年、えー、力を入れている分野でございます。まあ、特にこの次世代経営者のサスティナブルなプランを作ってですね、えーまあ、それに向けた、えー、教育制度、えー、さらにはネクそのさ次の下ですね、次世代の次の世代としてのネクストリーダー、こちらを、えー、育成する制度を充実させて進めてございます。 まあこの、それぞれの研修の中ではですね、テーマを決めて、えー、報告をするというような仕組みを導入してございます。えーまあ、この報告をした中からですね、次のところでもご説明しますが、えーまあ、新しい企業活動というところにつながっているというところがございます。はい、次のページお願いします。 今申しましたようにですね、この DX の推進、あの、というところの、まあ、もとのスタートというのは、今申しましたような、次世代の経営者の報告会の中から AI を含めたデータの活用、活用みたいな、あの、報告がございまして、まあ、それが採用されてですね、今は組織化されて、マ、ま、サ、あ、旗振り役として全体の え、デイク推進を進めているというところでございます。え、さらには右の下のところにございます EC サイトのカエルや、え、こちらについてもですね、え、このような研修の中から出てきたアイデアを実際採用して、これはオープンまでこぎつけている内容でございます。それ以外にもですね、え、製造、組み立てのラインを、まあ、自動化していったりですね、 えー、在庫の管理であったり、えー、物流の効率化といったところに、えー、現在データの活用を進めているという形で、えー、まあ、さらにこれはか、あの、対応する範囲を広げていくという動きを今しているところでございます。はい。で、まあ、そういうような活動を支えているベースとしてのガバナンスの、えー、改革ということを、ここも、ここ数年ずっと進めている内容でございます。まあ、あの、 細かいところというか、えー、評価的なところは、そのこの次の、えー、社会取り、戸川取締役の、えー、ご説明にいろんな委ねたいとは思ってございますが、今までやってきている内容をちょっと簡単にご説明させていただきます。えーまあ きっかけというか、スタートはですね、2015年、社外取締役の選任、ここは多分当社としては大きく変わるきっかけになったんではないかというふうに思います。まあ、従来の、えー、まあ社内の中での議、えー、論から、やはり社外のいろいろな見識を取り入れるというきっかけになってきてございます。さらには、派手側が社長になった後ですね、 え、指名報酬委員会の設置であったり、監査等委員会への、え、設置会社への移行といったようなところであったり、え、まあ、特に、私なんかの、え、イメージとしては、2019年からスタートした、え、セグメント制への移行、え、まあ、特にここで、え、取締役と執行役員というところの役割を明確にして、え、進めてきたというところが、大きく変化をしているところではなかろうかというふうに思っています。 という形でガバナンスの体制の整備を進んでいる中で,です、ね、えーまあ、昨年、あの品質の不整合という形で、えーまあ、こちらは、えー、皆様にも大変ご心配をおかけして、改めておわび申し上げたいと思います。えー ま、ここは、あの、調査委員会の方でですね、原因分析がなされまして、ま、組織制度上の要因としての、ま、改ざん等を防止するシステムの未整備であったり、品質管理業務めぐる環境的要因としての、ま、人員の不足、品質部門の 人員の不足であったり、従業員の主観的、俗人的要因としては、まあ、コンパレン式の規格化といったところがご指摘を受けているところでございます。まあ、この再発防止ということで、えー、今足元をプロジェクトを立ち上げたものが右側にございます。二つの品質業務デジタル化プロジェクトと知識振興プロジェクトということでございます。品質業務のデジタル化については、えーまあ、基本的には人の手を返、えー、さない形で、 検査データを測定していくという形で改ざん防止システムを導入していこうということでございます。知識振興プロジェクトにつきましては、コンパイナンス教育を含めてですね、品質の基本的な知識であったり、コンパインス意識といったところを向上させていくという形でスタートをするところでございます。 これを浸透させて、えー、再発防止につなげていきたいという強い思いでスタートしてございます。はいえー、そのような進出、まあの問題もあったということもございますが、まあ、リスクマネジメントの体制というのも、えー、強化をしてございます。えーこっちまあ、書いてある内容というのはあの、一般的には、えー まあ、ある意味当たり前だと思われる部分もあろうかと思いますが、昨年ですね、リスクマネジメント室というのを立ち上げて、ここに我々よりもこういうリスクマネジメントにが進んでいる金融間から 人を招き入れてですね、そこについていただく中で、整備を進めてきたという内容になってございます。まあ、ここはあの、今までのディ、えー、スクの、まあ、管理の強に対してですね、一、えー、段と強化をした形で、またこの後もさ、ね、らに強化を進めながらですね、 いろんなリスクに対しての対応力をつけてまいりたいというところでございます。はい。えー、っと、簡単でございますが、えー、当社の ESG への取り組みということでご説明させていただきました。ありがとうございました。戸川清でございます。えー、私ども、社外取締役から見た、えー、昭和電線ホールディングスのガバナンスということでお話を進めさせていただきたいと思います。 まず、あの、取締役会の実効性向上の取り組みということでございますけれども、えーまあ、現在、あの、7名の取締役で構成されておりますが、ご覧の通り、えー、女性の比率14%、外国人比率29%ということで、非常にダイバースな役員構成になっております。で、二、えー、2015年に私は、あの、社外取締役に就任、 いたしたわけですが、当時の取締役会の時は、あまあ、外国人が1名、女性が1名という取締役会構成で、えー、会社の案内を見る限りにおいては非常にダイバースな取締役会だなという印象は持っていたんですけれども、いざ取締役会に参加してみるとですね、この2人がほとんど発言をされないというような状況もございまして、 そこからだいぶ現在今日の取締役会の中でのこの二方プラスもう一名の外国人取締役の方の発言力というのは大変大きくかなりガバナンスという意味でも向上しているように感じております。またあの実効性評価という点ではですね 毎年、えー、取締役全員に対しましてアンケート調査を実施いたしておりまして、えーまあ、特に取締役会の構成それから運営さらに、えー、審議事項の内容ですねそして、えー、取締役会を支える、えー、あり方というものについての、まあ、アンケートを取っております。 でえーまあ、7名のうちの4名が、えー、監査等委員ということになるわけですが、えー、現在、社内の、えー、監査等委員が1名、えー、たまたま戸川隆という私に非常に似た名前のお取締役なんですけれども私の兄弟ではございません、えー、社外取締役3名はそれぞれ、えー、事業会社の経営を、まあ、経験した 一人,人は財務部門、一人は製造部門、そして私は営業部門の出身ということで、ここも社外取締役の,その属性としてですね、その3つの分野をカバーしているということが言えると思います。まあ、あの社外取締役の役割、目的、権限等につきましては、 あのここに記載の通りでございます写真に写っておりますのはあの社外取締役は全員リモートで参加したある取締役会の様子をご覧いただいております。では次の、えー、ところで先ほどあの山口ジョーンからも品質管理体制ということでお話がございましたが。 ここでは特にあの、社外取締役の目から見たですね、品質管理体制ということでお話をさせていただきます。特に私はまあ営業出身というふうに先ほど申し上げましたけれども、品質管理の起点というのは、これは営業が起点になるべきだということを私自身も現役時代にそういった教育を受けてまいりました。特に B2B の仕事を していく中ではお客様との関わり合いを一番密に持つ営業部門というのが、えー、お客様からいただいた情報設計情報であるとか製品の仕様であるとかそういった情報を社内のここで DR と書いてありますけれどもデザインリビューを通じてですね社内に共有をするで、まあ、開発部門でそれを吟味した上でですね製造指示書に落とし込んで 製造工程の中で品質管理を行いながら、えー、良品をお客様に提供する。でその時に、やはり営業があくまでも窓口になって良品を供給するわけですし、えー、適切な情報提供というのがなされなければいけないということで、で、まあ、あの、昨年その外部から指摘を受けました調査対象品について、まあ、客観的な調査をまあ実施いたしました。 でその結果を踏まえてこの右側に記載のとおりのお再発防止策を現在実,実行中というふうに、えー、拝見しておりますじゃあ次のページをお願いします、えー、当社は任意ではございますが指名委員会と報酬委員会を設置いたしておりますで指名委員会の方は社外取締役が2名、えー、社内の取締役 1> が1名という構成でございますが、えー、委員長は私が、えぇ、ー、指名委員会の方は務めております。で、まあ特に社長の選会人に関する、まあ、答申をするというのは、これはまあ、コーポレートガバナンスコードでも求められているところでございますけれども、えー、特に指名委員会ではですね、えー、社内のその人材、 がどういういい人材が一体いるのか、次に社長になるべき人次に取締役執行役員になる人がどういう人たちがいるのかということで、えー、特に人事部門をの役員とですねそれからまあ社長に、えー、このあたりの情報を指名委員会にご提供いただくということを、えーまあ、やらせていただいております。 それから、えー、もう一方の報酬委員会の方でございますけれどもここも、えー、まあ、えー、長年の,あの昭和電線グループのこれまでの経緯としてあまり、えー、そういう意味では世間に一般に比べて給料が高い会社ではないと役員の報酬も決して高くはないという状態がずっと続いておりましたで、えーまあ、この報酬委員会を作ることによって 公正なかつ正当な役員報酬というものを決めていこうではないかということで、ここにございますような業績連動型の報酬制度というのを導入いたしました。で、まあ、これに加えましてですね、制限付きな株式の付与ということも具体的にスタートをいたしております。次、お願いします。 さて、中期経営計画の目標達成というのは、社外取締役が一番、まあ、関心を置いているところでございます。で、当社の中、まあ、先ほど来、あの、もうすでに中期計画についても多少のご説明はあったかと思いますけれども、えー、まあ、安定的で付加価値の高いビジネスモデルを創出するというところ、 が非常に重要なポイントですが当社こう中を見てみますとですね要素技術というのが非常にたくさんございますここにいくつか表示されているもの以外もっと何て言いますか根本的な例えば高電圧処理とかですねそういった技術が要素技術としてかなり歴史のある事業活動の中で培われてきております そういったものを今後の成長分野であるモビリティ分野であるとか医療機器分野に活用できないか応用できないかということを、まあ、社内の新規事業グループと各セグメントですねで、まあ、検討をいただいているという状況でございます。次お願いします。 で、まあ、DX ソリューションという話も先ほど山口ジョ部のお話の中に出てきましたけれども、この、まあ、SWCC スマートストリームというのが一つの目玉としてですね、えー、まあ、あの、DX といいますか、IoT 技術を活用したものづくりというものを進めていくということなんですが、まあ、我々社会取締役,取締役の目からしますと、 DX ソリューションというのは一体何なんだと。これはあくまでも構造改革を伴う DX でなければ意味がないと。こういうふうにまあ考えておりまして、そんなアドバイスをさせていただいております。次お願いします。最後のページでございますけれども、まあ、あの成長事業へのポートフォリオのこのイメージ、だい,たいまあ,あのよくある絵でございますけど、縦軸に成長性、横軸に効率性ということで、まあ、このともかく右の えー、上の証言を目指して頑張っていこうということを、えー、当社の執行部部隊で考えておられるのでそこをしっかりと見ていきたいというふうに考えております私のご説明は以上でございますどうもご清聴ありがとうございました